Fine KL は1998年に結成した韓国の4人組女性アイドルグループである。DSP メディア所属。公式ファンクラブ名はフィンキー。公式応援カラーは赤。SM エンターテインメント所属の SES らと共に韓国アイドルの第一世代として活躍した。グループ名、Fine KL は自由を殺す者を終わらせるという意味の Fine Killing Liberty の略である。当初は奥ジュヒョン、イ、ジン、ソンユリの3人組として準備が進んでいた。はじめにデビューメンバーに内定していた奥ジュヒョンは残りのメンバーのオーディションに審査員として参加した。しかし、1997年に SM エンターテインメントから SES がデビューしたことによって急遽4人組に再編成することとなり、DSP メディア社長によってスカウトされたイヒョリがメンバーに加わった。1998年に発売した一周。ブルーレインの表題曲、ブルーレイン、後続曲の、ルビ、ネナムジャチングエゲが連続ヒットし、2000年発売の3、週、ナウで、国民的アイドルグループとしての地位を確立した。1週では元気に、2週で可憐に、3週で大人にイメージチェンジし、活動コンセプトを変化させた。2002年発売の4週、永遠以降は、メンバー全員が、DSP メディアを離れて各事務所へ移籍し、ソロ活動に専念した。イヒョリはソロ歌手、奥ジュヒョンはミュージカル女優、イジンは司会者、女優、ソンユリは女優として第一線で活躍した。2005年にはデジタルシングル、Fine Killing Liberty のために再びグループで活動し、解散はしないと表明した。しかし、以降もグループとしては活動休止状態にあった。2019年9月22日、14年ぶりにベストアルバム、ピンクルベストアルバムを発表。JTBC のバラエティ番組、キャンプクラブに出演し、かつてのヒット曲と新曲を披露した。ありがとうございます。